こんにちは、ニャンスキーです。それでは、セリアで今回購入したペロンと剥がせるベースコートの紹介をしていきます。で、こちらの方は直光液がいらずに剥がせるということで買ったんですけれども、本当はジェルタイプのライトを使わずにジェルネイルができるのを買おうと思って来たんですけど、サロンネイルワイドブラシの方を間違って購入しました。でもこういうふうに殿堂入りって書いてありますので、まあ今回はこちらのご紹介をしていきたいと思います。ピンクもとっても可愛いです。で、早速ですけれども、こちらのベース塗っていきます。これはちょっと裏を見てみたら水性のジェルじゃないベースだったみたいで、今のベースはみんなこうなのかわからないですが、OPI の前回っていうか日頃愛用している OPI のベースコートに比べますと、みずみずしくて輝きが艶やかで、なんかしっかりとつくっていう透明のポリッシュという感じです。で、塗り方は真ん中両脇で、両脇と真ん中のラインに重なった部分はささっとブラシでなじませます。で、次にポリッシュですね。で、太いブラシの12番、若い頃の話にまたなりますが、マドンナが血豆みたいなパンプっていう、こういう濃い赤のネイルをして流行ったんですけれども、それよりかはおとなしめの赤ですが、しっかり目に塗っていきます。で、太めのブラシ、ナチュラル系のベージュを商品紹介の時につけてたんですが、ナチュラルな色だと塗りやすいんですが、こういう濃いめの色のポリッシュでしたら、ペディキュア用としては塗りやすいと思います。でもね、ハンドネイルとしてはちょっと隅まで綺麗にディテールを細かく塗っていくとなると、ちょっと塗りにくいっていう人もいるかもしれません。で、1回目はしっかりと際まで塗っていって、二度塗りをしていくときはたっぷりの量をさっと上から重ねていきます。で、この時に熱くついたところはもうブラシで流すですね。で、手がこうブレたりするときは塗る方の手にどこか当てて利き手にで塗っていく、こんな仕上がりです。はっきり手が白く見えるので、こういう色はいいですよね。でも剥がれたらちょっと汚くなってしまいます。で、今回はトップコートは塗りませんでした。で、濃いマニキュアを塗ってる時に皮膚についてる部分とか、やっぱり失敗があると思うんですけど、それを修正していきます。ケイトの除光液になります。ネイルカラーリムーバーで、こちらを、私がいつもやるのは綿棒で
何もついてない状態の綿棒でもう直に突っ込んでつけていきます。こぼさないように。はみ出した部分、皮膚の部分で指でしっかり皮膚を広げて押さえて取っていきます。で、綺麗についてるところまで削らないように注意して、こんな感じで全体を見回して濃淡がおかしいところも塗り直したりします。で、これは1日経った後ですね。トップコート塗ってないんですけれども、端っこの方爪でガリガリやると取れていきます。で、綺麗に厚くつけた方が取れると思います。で、何ですかね、若干やっぱり地爪の表面をこう持っていかれるっていう感覚が少しあります。だから取った後はネイルケアオイルとかジェルとかクリームとかで寝る前にしっかりすり込んでおけばダメージはそんなにないと思います。こういう感じですね。で、見てみたら取れないところはこういうふうに皮みたいな感じで取れます。で、見たら隅の方ですね、ベースが乗ってなかったところは取れてないですので、ベースコートは透明で濡れてないところは分かりにくいですけれども、ポリッシュを塗るところまでしっかりとベースをつけてから塗るといいと思います。ぜひ皆さんもお試しください。ありがとうございました。失礼いたします。